あ、じゃあガチでやらないかい。ガーよっしゃー。うーわーむずいなーこれ。おーどうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。えい、ヨロです。はい、本日はポケモンクイズ。公園のポケモンのランクマッチに関わるクイズ。公園のポケモンのクイズね。はい、ポケモンが強い人ほど答えられるようなクイズ、まあ、ポイント制のクイズとなっておりまして、おい、合計で12ポイント以上獲得できたら12ポイントレックウザ級といたします。レックウザ級、うん、9ポイントから11ポイントだったら、うん、まあ、傲慢打球。ああ、でも600、600、600、十分すごい。十分、十分、うんうん。6から8ポイントがミロカロス級。ああ、はいはい。まあまあまあ、それでもいいよ。3から5がバルビート級。うん、ええー、いきなり下がるな。マジで0から2ポイントが生ケロ級。ケロン。生ケロ級やばい。はい、階級を設けてみたので、はい、まあ、ぜひ画面の前の皆さんも挑戦してみてください。マジか。傲慢打以上に、うん、ヨロがいけたら、うん、豪華景品を。マジ？あー、なんか、いや、なんか、もっといいよね、なんか。あ、マジで？そういうこと。景品あるときは。景品。あ、じゃあガチでやらないかい。個人的に用意したの。あ、マジ？あざっす。はい。あざっす。問題全部で10問あるので、はい、さあ皆さんも一緒にやっていきましょう。よし。それでは参りましょう。はい、第1問目。はい、この4体のうちランクバトルシーズン14での使用率が高い順に並び替えよう。はい、マジか。並び替え問題です。1位トドロク月、2位ラティオス、うんうん、までは確定と思ってます。はい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 。ラグラージがね、あんまり高くなかったのは覚えとんよね。なるほど。いや、そのラッティアスとラグラージ、どっちやろな。どっちが上だ感覚的には、いやいや、俺ちゃんと見とったよね、使用率。ああ、そうなんや、データベース。データベース見て、うん、まあ、トップ30はちゃんとケアしようみたいな感じで、はいはい、トップ30しっかり見よったよね。うんうんうん。ラッティアスとラグラージどっちが上やったかな。めっちゃ難しいこれ。いやでもあのね、構築記事の上位は、うん、ラティアスはおったけどラグラージはおらんかった。ほう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 。やけん上から、うん、トドロク付きラティオスラティアスラグラージでいく。なるほど。ラグラージを使ってね、トップ100入っとった人いなかった気がするよね。ほう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 。正解はラティオス、トドロク付き、ラグラージ、ラティアスでした。は？は？いや、ラティオスやったね、そもそも。あ、そうなんや。あ、もうめっちゃ外れとるね。1、2位も逆転して3、4も逆や。あ、マジか。あ、ラティオスそんな使われとる。ね、意外と13位。あ、そう？そう。ラティオスの方がトドロク付きより使われとる。そうか。意外と使われてましたね。マジか。はい。ということで、1問目0ポイント。ギャ、ちょっと、これ、1問目これ待って、だいたい1問目はさ、これはいけるよ、みたいな。まあ、アップだよね、とか、結構難易度はバラバラかもしれんけど。ああ、はいはいはい。まあ、なかなか歯応えがある難易度になってるんで、もう本当にね、傲慢打球とかレックウザ球取れた人は誇っていい。あ、マジか。すごいっす。これは、悔しいな。じゃあ、第2問いきます。お願いします。ランクバトルシーズン14で、一度も相手を倒せなかったポケモンを4匹のうち1匹選んでください。トリッキーな問題ですね。2問目は一度も相手を倒せなかったポケモン、うん、一回も倒していないやつがこの中に。まずキモリはもう絶対違うよね。あ、そうなの。ガムシャラと電光石火あるけタスキでやれる。なるほど、考えたことある。キモリはね、やれる。キモリはやれる。なるほど。てかダンバル、うん、これ突進しか覚えんくない。突進しか覚えんポケモンがさ、うん、相手をやるってどういう状況。おお、他のポケモンはなんかギミックとかあるような気がするよね。うん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 。バネブとかトリクルームとか覚えるでしょ。はい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 。上から攻撃する術があるってことやから、はいはいはい、なんかやれると思うよ。なるほど。ドジョッチは分からん知識でのドジョッチ、あ、でも地割れ覚えるんじゃないの、ドジョッチって。おー、なるほど。一撃必殺ありそう。え、これ、ダンバルじゃね？え、ダンバル、ダンバルでいくわ。ダンバルで。正解は、
こちらダンブル正解。やったやったよっしゃダンブルはそうだね、実はティモリはおっしゃる通り、ああバムサラ電光石火、はい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 、バルブはミラーコート、ミラーコート、なるほどね、うん、はい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 、で、どじどじが一番よく来たね、よし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 、ガンバルはデータなしということで、オッケー、マジかすごいすごいすごい、これ、考察も完璧だったね完璧完璧、しゃ導いたね、いや、これは気持ちいい、やっぱ変なパーティー普段から考えそうだけあるわじゃ続いて3問目お願いします。火力指数が一番高いものを選ぶ、あー、ちょっとそこ苦手やな、火力指数って意味わからんまあでも火力が高い方ってことや、まあそう、計算して乗っけていって、うん、何が一番強いかっていうところが分かれば、ああなるほどね、まず1番、うん、朝南の飛び膝蹴り、うん、いじっぱりの A252 ぶり、うん、特性はヨガパワーで、はい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 、こだわり鉢巻き持ちとしめっちゃ乗っとるね、めっちゃ乗っとる、補正めちゃくちゃ乗っとる、朝南やけど補正はいっぱい乗ってますと、朝南の主食ちょっと知らんぞ続いて2番、うん、ゲッキングのギガインパクト、うん、はい、これはいじっぱり A252 ぶりのみ、なるほどなるほど。3番鬼氷のフリーズドライ、はい、臆病の C 無振り、はい、だけど C6 段階上昇、村っけかな、6段階上昇か、うん、なるほどね、結構乗ってます、はい。4番デオキシスアタックフォルムのサイコブース、うん、控えめ C252 振り、うーわーむずいなーこれ普通もうね、意外とデオキシスとか使ってないしね、うん、使ってないし、うん、デオキシスのうわ種族値分からんな、150やなかったかなって考えたら、あのやっぱケッキングとデオキシスはケッキングの方が上な気がする、ほう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 何その顔、鬼ほよりのね6段階上昇フリーズライってあんま火力出らんのよな、ああそう、これは見るもんね、うん、あんま出らんけん、俺は鬼氷を最下位と見とる、ほいほいほい、俺ケッキングのギガインパクトより朝ランの飛び膝蹴りの方が強そう、おおマジ朝ラン、朝ランで朝ラン、順番的に朝ラン時点ケッキングなデオキシス、うんうんうん、じゃ朝ランでいきます、朝ランで、さあ正解はこちらデオキシスです朝菜3位かい、朝菜は3位、うわデオキシスケッキング朝菜鬼氷と、まあ、鬼氷が圧倒的に低いのは、うん、まあそれは分かったけど、うん、鬼氷しか見らんもんいやデオキシスのアタックルムの種族値がマジで分からん、180とかなんかな、180やね、いやー180やった、うん、くそー、まあ、今後ね、もしかしたら禁電環境が来たら使うかもしれない、確かにデオキシスは使えるけんね、うん、うん、今作このクイズ終わったら結構強くなっときやすい、おー、いいね、いいね、続いて4問目 OK、 種族値が攻撃イコール特攻でないポケモンを1匹選べ、コータス、チルタリス、ハブネーク、トロピウス、コータスは外れますね、おー、いいね、よく どんだけコータスを使っとったか、いや、多分ハブネークもね、一緒ないの、おー、そうなん、ハブネークも一緒ないの、おー、おー、あんま使ってないけどね、チルタリスは、うん、チルタリスやな、多分、おー、チルタリス、チルタリス、ほうほう、これちょっと自信あるぞ、そうなの、多分、5だけ特攻高い、ほう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 、80、85とかなかったかな、具体的やね、ちょっとトロピウス、むずいな、いや、ハブネークとコータスが一緒なのは自信ある、ああ、はいはい、いや、でもこれチルタリス、チルタリス、いや、俺自信あるぞ、チルタリス、そう、チルタリスで自信ある、マジで、トロピウス。あー、確かに A68 見たなあー、見た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 、トロピウスの動画も上がっとるけんね、あ、うん、見たことない人はぜひ見てみてください、チルタ率低っ70、あー、そうなんや、きついね、いや、コータスとハブネーク圧倒の待て分かったんよな、すいません、本営は結構ね AC が同じ種族なポケモンが多い、あー、だから弱いって言われん確かに無駄やもんな、無駄無駄無駄、どっちかでいいもんね、2択ミスったな惜しいね、てセンターやったらだいぶダメージでかいよね、でかいね、2択外しとうのってね、そこまで分かっとうのにっていうね、あれ今センターって言うわけ、あ、今だって言うと共通一時みたいな、あ、そうなんや、
共通テストやったかな。あ、そうなんや。なんかもうセンターはおじさんらしい。あ、そうなんや。行きますけど、あ、まあ、皆さんおじさんなんや。応援世代の皆さんも気をつけて。確かに応援世代はみんなセンターっていうよ。そう、センターっていうと思う、ね、はい、二重で心痛いんですよ。5問目参りましょう。はい、合計種族値が最も低いポケモンを選べ。おわー、ダルダルやめろ。うわー、俺ルレリやなと思ったんや。うん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 、シンバス俺。ポチエナはね、さすがに高いと思う。この中では、うんうん、攻撃高いと思う、うんうん、でラルトスもなんだかんだ、うん、うわー絶妙。ルリリとキンバスの2択です。あ、来た、2択まで決まった。うわー、いや、ルリリ、いや、でもパッと見ルリリクソ低いと思った。おうおうおう、もう感覚的にね、今までポケモンやってきて、いや、こういうのって、うん、一番最初に思ったものが正解パターンある。ああ、多い。うん、俺もルリリでいくわ。最初の直感を信じます。オーケー、ルリリね。うん、正解はルリリ。いやー、くそだ。素晴らしい。まあでもラルトスが低いと思うが、ラルトスが2番目に低い。あ、そうなんや。ポチエナが低いは、あ、高いわ、あ、ね、あ、でもどっこいやな、めっちゃ結構どっこいやね。絶妙やな、これめっちゃむずいぞ。折り返しの6問目、属性が進化ごと変わらないポケモンを1匹選べ。1、キャモメ、2、ナクラ、3、チルット、4、ヨマワル。ナクラはアリ地獄やもんね。うんうんうん、うん、ただアリ地獄はもう冬になっちゃうから、ビブラーバで。あー、ヨマワルは冬があるんや。うんうん、ただサバイオールとかになるともう冬なくなるけん。おお、なるほど。このやけんここも違うと。うん、キャモメって鋭い目。うんうんうん、え、こいつ雨降らしたか、キャモメは。フェリッパといえばね、雨パでおなじみなんで、ね、そう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 、鋭い目と雨降らしだよね。うんうんうん、いや、なんかね、フェリッパを厳選したいんよ俺は。うんうん、でキャモメが雨降らしか雨降らしじゃないかが、うん、分からんで、うん、調べた記憶ある。フェリッパーの雨降らしてキャモメで言う何みたいな。はい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 、だから、うん、変わらないのはチルット。チルットで、うん、はい、お願いします。いきましょう。これいけるぞ。もう2択まで絞っとうしね。うん、圧倒的に違う。もうナックラとかヨマールの特性変わらないポケモン、正解はこれいけるっしょ。チルット。シャイ、素晴らしい。いや、いいね。いい、その理由もなんか、うん、ポケモンやっとやつって感じでした。よかったね。あれはいい理由。うん、そうね、うるおいボディやね。あ、うるおいボディね。うるおいボディからの雨降る。あー、なるほどなるほど。はいはいはい。他はおっしゃる通りで、うんうんうん、冬がなくなるも、なるほどね、地獄が冬になるもん。はいはいはい、オッケーオッケー、素晴らしいね。完璧やったな今の。あ、いいね、追い上げてきたね。いやー、いいねー。掴んできたね。ちょっと応援断じしとるわ。応援断じしとるってない。うん、続いて7問目、おいっす。特性威嚇を無効化できるポケモンをすべて選ぶ。1番マクノスター、2番ドンベル、3番ブーピック、4番デイジアイス。はぁ、いや、なんか威嚇期間特性変わったもんね。なんかプレッシャー期間とかさ、はいはいはい、あるんやけど、マクノスターってお前何お前何。ドンベルはでも効くんやない。ほうほうほう、単純とかやろ、夢特性。マイペースって乗っちゃったかな。おお、ブーフィック、うん、挑発期間とかは、あ、挑発期間やったっけな。あー、ちょっともうマイペースとかさもうおらんけん、もうわからんな。これマジでわからん。おお、こう全て選べて大体2体以上は確定やから。逆にね、こういうとテクニックもいるね。うん、だから1体はレジアイスで確定しておけ、もう1体おると。うんうんうん、いや俺ドンベルは違うと思うね。ほうほう、でマクヌスタも違うと思うね。ブーピック3番4番ブーピックレジアイスが比較効かない。なるほど。あー、自信ね。正解は234、ドンベル、ブーピック、レジアイスでした。あー、お前も鈍感があったね。あー、鈍感効かんねや。鈍感
と、マイペースは正解。あいや、いい着眼点やったやけん。こういう問題、すべて選べきり2個以上。あいい着眼点。だけど、ドンメルもでしたと。ドンメルが鈍感っていうのも知らんし、鈍感が威嚇機関っていうのも。なるほど。そうね。20やね。際どいとこやったな。いや、これはもうね、捨ても。捨ても。マジ捨ても。大丈夫やね。そういうのもある。捨ても。問題。これらの技とポケモンの組み合わせから覚えないものを一つ選べ。1番、ラグラージの音忘れ。2番、ラミラミの重力。3番、フライゴンの吹き飛ばし。4番、ノクタスの当選棒。あ、もう一瞬で分かったよ。フライゴン吹き飛ばし。フライゴンの吹き飛ばし早いね。たく。あ、そうなん？いや、俺、この4体は全員考察しとる。おーおーおーおお。いや、フライゴンで吹き飛ばし、いや、でもなんかね、吹き飛ばし覚えたような気もする。本作で。ステロ覚えたのは確定なんよね。うん。ステロ覚えたんや、じゃあステロ4やなって思って。吹き飛ば。いや、フライゴンでいこう。もうここはもう。フライゴン。さすがにね、他の3体がしっくりきすぎてる。なるほど。消去法で、ね。やし、違和感ある、フライゴンの。ああ、そうなん吹き飛ばしは。さあ、覚えない技の組み合わせは、フライゴン吹き飛ばし、正解！いや、いいね。これは多分ラッキーもんだよね。あ、そうなんや。あ、いいね。夜の本領発揮やね。この辺の問題。いや、さすがに最終進化を抑えとるよ、これ。なるほど。そうね。あらゆる可能性は追求しとこう。いや、そうなんや。よし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 。素晴らしい。嬉しい。威厳を見せたね。とりあえず4ポイントです。こうなんだから、あと5ポイント。は？ちょっと待って。あと5ポイントですね。あと 5? あと5です。はまあ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 。あと2問。あと2問で 5? いきましょうか。これらのポケモンの中からトリックルームを覚えないポケモンを全て選べ。うわ、きっ。1番、チャレン。2番、メタグロス。3番、ラティオス。4番、デオキシス。かっこ好きところ。そして、全て系の問題ですね。メタグロスは覚えない。おー、メタグロスは覚え。うんうん。いや、ラティオスではさ、トリックルームしようとしたことないって。それあるよね。チャーレンは覚えたはず。ほうほう。いや、デオキシスなんだ、知らんって。天敵来たね。デオキシスは知らんよな。いや、でも、ちょっと攻めるわ。これちょっとむずすぎるわ。おーおー。チャーレンとデオキシスが、覚える。覚える。トリックルーム覚える。覚えないポケモンはメタグロスとラティオス。そう。ほうほうほう。メタグロス、ラティオスがトリックルームを覚えない。覚えない。ラティオスはね、トリックルームを覚えんかった気がするよね。あ、そうなんや。でもラティオスは覚えたような気がするよね。そうなんや。なるほど。これでいくわ。トリックルーム覚えないポケモン、正解は、メタグロス、ラティオス。しゃーこれすごいすごいこれ素晴らしいよういったね、これ。よっしゃ素晴らしいです。いや、ラティアスは覚えるかのかな。ラティアス見てみるか。ラティアスが覚えたらやばくない？ラティアスが覚えたとしたら、これすげえよ。覚えません。あ、覚えないのね。ここまで5ポイント。よしよし。最終問題となります。オッケー。最終問題は、正解できた分だけポイントプラス。マジか。あ、いいやん。めっちゃいいやん。ただし、間違うとマイナス。うわー、マジか。さあ、最終問題参りましょう。面白いじゃないの。最終問題こちら。SV に登場する応援ポケモンで、カウンターを覚えるポケモンをできる限り答えろ。あー、なるほどね。はい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 。はい正解で1ポイント。オッケー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 。正解でマイナス1ポイントとなります。これいけるぞ。お、マジで？ポンポンいっていい？お、もう考えいいよ。え、ラグラージ。うんうん。沼黒。沼黒。え、ミズゴロみたいな風でわしゃもダメずるくねこれ最終進化やね。あ、最終進化ね。区切りでいってます、ね、あ、さすがにそうやな。ラグラージとバシャーモ。ラグラージバシャーモ、うん、まあ覚える。チャーレムもカウンター覚えるんじゃないかな。ハリティアマも覚えるんじゃないかな。チャーレムハリティアマ、チャーレムハリティアマ、うん、格闘タイプみたいは覚えます、うん、え、そんぐらいじゃね。そのようにうん、ただ12でレックーザ級やけど大丈夫。いや、俺レックーザ行きたい。あ、マジで？まだおるんじゃないの。あ、ノクタス。おお、
ドクタスは絶対覚える。ほう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 。ドクタスは絶対覚える。100% 覚える。ほうほうほう。誰がおったかなぁ。あ、今まで上げてきた動画のやつとか。そうね、サーナイト覚えません、コータス覚えません、うん、ゴーマンド覚えません、メタグルス覚えません、うんうん、ラティキョウでは覚えません、うん、いや、結構フルな気がするんだけどな。ほうほうほう。他なんかおったかな、チルタリス覚えません。ちなみに、うん、僕たち上げてきた動画で覚えるやつで、うん、抜け取るやつ4体。え、抜けてるやつが4体おんの？は？めっちゃむず。いやでもグライナーも覚え、うん、いや、シダリは覚えんよ。どういうこと？いやもう無理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 。俺も出てこん。おー、もうゴーマンダで満足やわ。いや、この5体で5体でいきましょうか。オッケー。正解はラグラジ、バシャーモン、チャーレム、ハリティアマ、ノクサス。正解5ポイント。あー、デオキシスね。ゾングース？キノガッサー、ケキング、で、バルビート、ザングース。このあたりは動画でもやってきましたが、うわ、意外とバルビートとかね。いや、確かバルビートがカウンター覚えるのは知っとった。あ、そうなんや。あ、キノガッサーも覚えるね。そうね、キノガッサー持てんよね。近いとこにおりすぎて。あんま使わんけどね。ケッキング結構際どかったな、多分。ああ、そうなんや。うん。ザングースは絶対覚えると思った。そうなんや。うん。ああ、でも、見事5ポイント。ということで、合計10ポイント。オッケー。素晴らしい。ああ、耐えたな。まあ、傲慢打球ということで。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、もう、ちゃんと傲慢打まで行ったということで。いや、行ったな。豪華景品を。マジか。え？え？傲慢打でくれるんですか？傲慢打であげます。傲慢打以上で。チャンスもう忘れとったわ。もう忘れとった。クイズに必死やった。何？駅で待ち合わせたのに、なんかでっかい。でっかい。いや、もうでっかすぎるやん。今回の景品は、こちらです。おおおおおおおゲータクッションでした。おゲータクッションやこれ、え？いや、なんか景品用意したいなと思って。うん、今日昼間、うん、リモートワークで、ちょっとすいません、退出しますって言って。うん、ゲーセンに飛び行った。やばい。一人でゲーセンに飛び行った。もうね、この、こういうクイズを通して、やっぱ夜に強くなりつつ、うん、部屋にもね、ポケモングッズを集めて、一個もないよね、うち。意外とないけどね、うん、ポケモン愛もね、深めていけたら。確かにポケモン愛、そうやな。ポケモン実況者の方たちってさ、うん、めっちゃ家、ポケモン、いや、あるよね、うん、こういうところにね。ちょっと俺、かっこつけとんよね。モテたいけんね。モテたいからさ、マジで、こいつのクッションマジ無地やん。いやいやいや、モテようとしとやんだよ。いやーでも嬉しいわ、ありがとうございます。はい、まあこれを機にね、こうやってたまにポケモンクイズとかやっていこうと思うので。あ、はい、あざすあざす。これからも強くなっていきましょう。はい、ありがとうございます。ポケモンクイズでした。あっしゃあっしゃ